お願い。お願いします。なんで、いいじゃん。おい、あ、だから頼むよ、ね、俺頼んだから。有野さん。はい。あ、関山。関さん。あと、これだけなんだよ。もうたったこれだけ、たったこれだけで俺たちの夢が叶うんだよ。あと30分か。厳しいなぁ。諦めんのか。なあ、俺たちはこの1ヶ月マジで頑張ってきた。その努力が報われるかどうか、あとたった30分で決まるんだよ。そうだろ？すいません。はい。あ、お会計お願いします。あ、まだいいじゃないですか。あ、何かお作りしましょうか。じゃあもういいです。 ありがとうございました。世界。はい。な、こうしている間にもどんどんお金が返っていくな。分かってない、平さん。いや、だからお客さん呼ぼうかなって。で、呼びました。いや、今いる客で何とかするしかないんだから。はい。いいか、あと26分、あと26分で全てが決まるんです。はい。何が何でも1万871円売るんです。はい。何かお持ちしますか？お客様、うん、何かお持ちしましょうか。ああ、いいです。今日？今日。何かお持ちしましょう。お水ください。2つ。え、何？書いてくれ。決まりました。どうだった？おい。はい。諦めんな。やって。もう店長、今日はいつになく厳しいね。何かお飲みになりますか？もう帰る。また。これなんかいかがですか？じゃあラストでもらおうかな。はい、ありがとうございます。立ってたってしょうがないの。厳しいっすよ。関谷は下行ってます。あの親父から目離すな。まだまだ飲むから。
はい、何かお持ちの。すごいな。そういうつもりでは。だから何もいらねえっつってんの。はい。灰皿を取り替えいたします。こちら本日のおすすめになっておりますけど、ほんともういいから、はい、いいんだから、もう。灰皿を取り替えいたします。はい。もう何やってんだよ。あいつらが犯行で。ただ言ったってダメに決まってんだろ。え？これね、酔ってる時に飲むのとそうでない時に飲むのじゃ味わいが全然違うんですよ。おお、行ってみます。じゃあ本当に本当のラストで。ありがとうございます。ダブルで行きます？いや、シングルで。え？トリプルなんですけど。なんでもいいよ。そうですか。じゃあグイッと。大丈夫ですか。ちょっとトイレ。ワインボトルっすか。ええ。おお、店長マジだ。マジなんです。私は本気であなたに彼女を落としてもらいたい。彼女があなたに求めているもの、それは何ですか。え、あなたの熱い気持ちじゃありませんか。だからそれはさっきから情熱は口で伝えるものじゃ。失礼ですが、今日はいくらお持ちですか。失礼。ああ。ここの食事代、帰りのタクシー代、そしてホテル代。残りはこれだけ。これで彼女を変えたらどうですか。え、たったこれだけで。それは買いますよ。じゃあ買いましょう。でも私に任せてください。席やワイン。はい、どれを。情熱の赤だ。